ますし、はい、得点も優位に進めているので早めの段階で休ませようというところだと思います。チャンソンは逆にこの時間帯ですね。そうしますね。そうですね、はい。さあそこで石川が行った、自分で行きました。シュート、チャンソン、石川リズムが出てきたか。石川が切り込んでいく、シュート、いいプレーでした。今日石川選手落ち着いて、はい、今日はあまりボールを持つ機会はまだありません。石川もう一回自分でいく、オフェンスですね。チャージないんですかね。ジョモは3ポイントがもうほとんど入っていますね。6本中5本入っています。取ったのはシャンソン、石川です。本当石川、あれにもディフェンス惑わされますよね。石川がボール持って、いや石川選手持ちすぎは良くないですよ。中に通しました。決めたのは渡辺です。あの突破口といいますか、この次の試合につながるプレーをしてほしいですよね。ナイスパス決めました。しかし昨日の試合とは全く、石川選手はエースキラーですからね。なるほど、やっぱり警戒してるってことですよね。さあそして石川がパスだ、相澤の3、まずシャンソンが、中川うん、石川です。しかしよくついている。うわ、ナイスブロック、ブロックした、田中のブロック。ちょっとリバウンドは相澤、ケズミから石川に来た。さあ遠いところからですが、ちょっと外からが、レギュラーシーズン3ポイントを取ってますけれども、ね、はい、あの彼女狙ってないみたいなスピードで打つんですけどね、はい。おお、ここは石川のカットインに、いいところに取って、よく回ってますね。わあ、ナイスブロック。ここは林が守りましたが、しかし石川足腰強いです。内海、石川に弾き飛ばされながらのシュートは外れました。そして石川、ああ、林が激しく行きましたがファール。今相澤選手、ああ、しかしナイスリバウンド。うわあ、結局内海、ああ、頑張った、はい、ジャンプボールシチュエーションになりました。いや、石川はすごい、ここです、はい、先に林選手はポジション先取ってるんですけどね、はい、石川選手が瞬発力は上回りましたね。スリーだ、相澤、あー、しかしリバウンド、やっぱりリバースケになってますね。なんとか攻めたいですね、シャンソンとしては。6点のリードを許しているシャンソン、いいタップですね、はい。石川が切れ込んで3点差がつきました。吉田にここはファールがあります。その藤吉が今ボールを持っています。石川から、うん、いいところに一平ですね、ギブアンドゴーでっと差を開いたジョモですが、第1クォーター残り3分を切ります。藤吉打てない、石川が打った、シュート、シャンソン、少しずつですけどシャンソン、あのオフも4ファールになっていました。石川の2スロー、12点差からこれが入ると10点差、まあ、今山田は下がりましたけれども、ここまでの3ポイントを見ていますと、さあ渡辺です、渡辺対林、石川に託してシュートは決まった。シュート、シャンソン、8番石川、少し強くなってますよ、はい。さあ第1クォーター、とにかくボールをもらったら前を見なさいと、うん、ディフェンスが下がってるんだったらどんどん打てばいいじゃないかと、はい、積極性を出せという指示です。さあ相澤スリーですね、来ました、すごい多くなっています。向こう側池澄のスリー、ああ切られた、ナイスリバウンド、しかし石川守り、あっと渡辺へのパスがカットされて倒れ込んでしまいました、ベテランの相澤。なんとか止めたいという気持ちが出てるんですけどね、このリバウンドは素晴らしかったですね。あ、しかしその後パスが通りませんでした。シャンソン、点差をまた縮めるチャンスになってきました。8点差、石川、ナイスティー、シュート、シャンソン、あの逆にシャンソンのオフェンスリズムいいですし、ジョモ、山田をかわしてのスリーは左へ、しかし石川、さあシャンソンリズムが出てきたが、周りいいですよね、渡辺、あー、決めた、これも決まらないです。おー、山田にボールが渡ろうかというところで渡辺の
ディフェンス、そして石川6点差となったところ、吉田がついていますが、石川選手頑張ってますね。はい、ジョモとしてはやはりここジョモボール、石川がすごいジャンプ力ですよね。もう体としてはかなり辛いと思うんですよね。昨日の練習も休んでましたし、非常にガッツあふれるプレーが2つ出て、河合が今入ってきていますが、おお、中川です。ここは迷いの中ですね。インサイドにボールが入らないんですよね。はい、ファールです。ディフェンスに行った林のハーフバンド、お互いにまだそれほど確率の高いシュートではありません。ここは速攻が出ました。いや、いいプレーですね。さあ、こういうところからイニシアチブを取っていきたいのがピンクのユニフォーム。あー、非常にディフェンスの距離が近い。山田かわす、ああ、持ってきました。永田さん、このあたりは石川の持ち味ですね。この起点は中にボールは入らない。ここで入れる、ゴール下、石川かわして、いや、決めました。よく決めました。石川です。前に走っている、前が空いている、中川、あー、決まらない。あ、今度はファールは吉田、ルーズボールにした吉田のファールです。まあ、もう少し時計が進むとファールをせざるを得なくなるという場面も出てくるかと思います。間、あっと、ファールしてしまった。ファール、今のファールは時計が進むとファールをせざるを得なくなるという場面も出てくるかと思います。間、あっと、ファールしてしまった。ファール、今の4番立ちた、今のファールが、上がってきた林、キャプテン、宇都宮、少しボールが手につきませんでした。ここでもシャーソンディフェンスで少しプレッシャーかかっていってますよね。そうですね。あ、しかし長男、田中にボールが回っています。林、そして吉田に戻ってきました。吉田対石川のマッチアップは、あっと、アウトオブバウンズです。ラインを割っていました。池澄、守ってますね。林が守りました。そして吉田、石川が今うまく手を出していきました。非常に目まぐるしい展開で、相澤、ちょっと両チーム気持ちがないんですよね。うん、さあ、ここは田中、あーっと、林です。2ポイント、これは短い。少しですけども、ジョモのオフェンス今崩れてましたので、はい、でこういうところ少しずつ、藤吉へパスが通らない。吉田、パスだ、立川から、あー、ここは石川のスティール。早く繋いでほしいですね。そうですね。さあ、山田にボールが行く。ちょっと今遅いですよね、フェイスが。はい、長男のシュートは長い。さあ、シャンソン、連続得点のチャンスです。渡辺、かなり少し必要だと思います。はい、山田はかなり高いところ、おー、いやー、石川の、さあ、池澄入れました。あー、シャンソンベンチはこれ我慢しています。石田選手、あ、石川選手、ディフェンスいいですね、思うんですが、ここは、あっと、石川のターンオーバーから始まった第4クォーター。ジョモとしては一番嫌な入りになりました。シャンソンとしてはいい入りになったんですけど、ジョモとして